第5試合日米新世代アグレッシブタッグバウトタッグマッチ30分1本勝負を行います。バウコーナー185パウンドテリーパワー、同じくジャングルジャック全日本シングルチャンピオン150パウンド伊藤カオル。赤コーナー170パウンドデビーマレッコ、同じく170パウンド長谷川咲、レフリー笹崎克美。というわけで、まあ、日米新世代アグレッシブタッグバウト、誰がつけたんですかこれ。まああるんでしょうけど、デビーマレンコ、長谷川咲、テリーパワー、伊藤薫組の一戦。これはですね、今日ある意味では一つの注目カードだと思うんですよ。もちろん僕すごく注目してますというのは、まあ、ええ、長谷川とデビーっていうのも正式なタッグなんですけども、本当チームって感じですね。今デビーとテリーの絡みっていうのは非常にこれ面白いんですよ。というのはお互いにやっぱりね、アメリカ人ということでコミュニケーションが取れるわけですよ。面白いのはデビーの方が年下なん、ずっと年下なんだけどプロレスでは先輩なんですよね。そういう意識をお互い持ってますよ、で長谷川長谷川で伊藤と同期でね、そうですね、ライバルですから。なんかこのね、あの大きいテリーと小さい伊藤の絡み面白いんじゃないですか。おーすごい、すごいバランスだ。いや超なんかヘビー級、あっきり取られちゃった、びっくりした。でプランチャー式でしょ、プランチャーだからすぐそばに落ちるのかと思ったら、あの体がなんか随分遠く飛んでたから今面白かったですね。それから今日デビーは東京ではこれ初ですね、あのデイビーボーイスミス風のブレードしてありますね、頭がね。なんかこれはテリーがやってくれたらしいんですよ。あーなるほど、はい、そういう意味では今日はですね、いろんな絡みが面白いと思うんですよ。長谷川と伊藤もあり、タッグというのはシングルマッチよりも楽しいもんじゃないといけないですね、やっぱね。楽しいような感じがしてきた、だんだん。というのはやっぱり先ほどの堀田南戦はちょっと重かったですね。やっぱり重いのもたまにはいいんですけども、このね、伊藤とデビーなんですけど、今度はあの伊藤の持つ全日本選手権に一応デビーマレンコは挑戦決まったんですよ。なるほど。元はといえばデビーマレンコも全日本選手権に挑戦したことありますしね、伊藤孝子、井上孝子、それから何でしょうね、シングル好きですからね、もともとデビーマレンコは。デビーマレンコ完全に全場の選手ですからね。まあそうですね。今なんかダブルリストをダブルリストで取った後すぐに V1 アームロックとか行きますよね、はい、こだわりがすごいんですよねこの人ね。デビューは本当に日本に来てからずいぶん関節技とか研究したんじゃないですか。いやもともとそれを習ってきた選手だから。ああマネンコ道場でね、それにしてもおっとこれは18番スパタック、さああれももろに、なんか2人とも弾むようですね今ね。そうですね、とってもなんか非常に躍動感のある、ありますね、はい、さあそして今度はパワー全開のテリーパワー。やっぱり力のある人は力のあることやった方が割とね、テリーパワーなんかも器用な方を やりたがる口がなんですよね。 どっちかというとトンボを切ったりとか、なるほど、そういうことを目指すんですけども、やっぱりパワーのある選手はパワーでやった方が、自然ですしね、分かりやすいですからね。一番いいところってあるじゃないですか、やっぱり、まあ、このテリーパワーの体を見ればね、誰もがパワーファイターだなっていうのが分かるわけで、まあ、それに見合った攻撃をすれば、非常に女性の筋肉マンですから非常に貴重なんですよね、キャラクター的には、もう全米ではね、ボディービルダーとしては、もう超一流というところまで頂点に押し上がったわけなんですけれども、日本に来てからもうこの全日本女子プロレス、なんかお正月もこちらだったんですか、テリーパワーは。
あ、そうですね、あの、昨年暮れからクリスマスも帰らないですね。ですね。日本でずっと過ごしたんですよ。その間もなんか毎日毎日要するにボディービルのトレーニングとかですね、プロレスの基礎のトレーニングを、はい、本当にもうなんていうんですか、練習熱心さでは本当頭が下がるような選手ですから。重かったからやっぱり今ダブルアームちょっとスープレックスが低かったですよね。本当にひときわ大きなテリーパワーの振り振って、この辺のパワーサポー本当に、まあ、こいちゃ悪いですけど女性とは思えないというあのパンチの打ち方なんですけれども、でもなんかこれ軽い動き好きですよ割と。ああなるほどね、本当にあの体では想像もつかないような動きしますもんね。さあそして長谷川逆水平、でも何発食らっても平気だと思いますけどね。なるほど、大きいですからね。堂々と受けて、おこれも身軽な動き、フライングボディアタック。そういう意味であのテリーパワー前場のリズムに本当に合ってきましたよね。だんだん合ってきたっていうか、それでもねやっぱり厳しく言えばまだまだ、なんか僕なんか満足しないできないですけどね。でもかなり合ってきてること確かです。さあフライングネックブリーカードロップ、アメリカのプロレスを覚えちゃいすぎるとちょっと難しいですよね。というのはまあ、リズムは全然違うというのは見てればわかるんですけれども、だからねこの試合はねお客とうまくスイングするとですね非常に面白いと思うんですよ。まあお客を乗せるか乗せられるかの違いで出てくると思いますよ。今のなんかいい反射神経してますねデビー。エルボー落とした後ね、はい、相手が丸まってたらそのままフォールするっていうんですか。なるほど、ね、向きを変えてこっち側にしてフォールする必要もないから、うん、倒れたら倒れたままの形でこう固めていくっていうか。さあノーザンライトスープレックスは、ノーザンライトがね、はい、得意にしてるって言ってもまだまだグリップなんかはね甘いですか、うん、という気がします。この辺で出しちゃうっていうのはなんかあるんですかね。まあ、それだけおっとこっからしてこれももうデビューを対応しますね、スティーフ。まあ、女子のさあ、グイグイと締め上げます。選手の中ではこの代表的な使い手じゃないですか。そうですね、女子の中ではね。さあ、しかしテリーパーはすかさずカットに入りました。あのこのデビュー長谷川もですね、あの 4.2 の横浜大会では JWP のクラム真理子と福岡光ですか、はい、決まっておりますね。決まってますからね、はい、これもまあ非常に楽しみな対決なんですけれども。さあ、そして今度は長谷川もSTF。 さあ伊藤がだいぶ苦しくなってまいりました。さあそしてデビーがあの、ね、テリーパーを完全にカットしてます。デビーと長谷川の特徴なんですけど、はい、2人が同じ技をマスターしてるんですよ。あ、なるほど。この STF とかチキンウィングとか、それやはり意識して裏投げですか、要するにタッグチームとしての意識が結構あると思うんですよ。そうですね、まあ、本当タッグチームとしてはかなり完成されてきましたが、今度はなんと両足をフックして、これは楽しい。さあしかしテリーパーがものすごい形相で入ってまいりました。片手で投げちゃいましたね。すごいですね。しょうがないな、本当にすごい。ああこれかなり今足ちょっとフラフラしてきた、かなりしんどそうなこの伊藤ですけれども。さあこうしてスーパートンのフェイスカッシャー、これいいタイミングなんですよね。そうですね、今日はちょっとロープに弾む ね、 時のタイミングがやや ね、 流れがね遅れましたけれども、このダブルフェスクラッシャーがかなりクラッキーだったっていうのもあるんでしょうけど、ダブルフェスクラッシャーなんかよいしょ、っとちょっと今かすった程度ですかね。ちょっと浅かったですか当たりは。さあそしてボディスラムから出ましたが18番フットスタンプ、もう一発フットスタンプ、もうこの技が出ればお客さんはもう見ての通りという感じなんですけれども、これはね対抗戦の秘密兵器だと思いますよ。そうですね、あるいはトップロープからというのもありますし、場外へというのもありますもんね最近は。さあここまたこれはローリング、ローリング、あ非常に器用な選手なんですよね、はい、何でもこなせるというのが伊藤の、まあ、魅力なんですけれども。お横になった長谷川にまたもフットスタンプ、おっとダイビングボディープレスですが、ちょっとこれはアサリが、はい、やらんとしたことは分かったんだけど、あそこがアメリカのプロレスと日本のプロレスのタイミングの違いだと思いますよ。なるほどね、今ひょっとしたらテリーパーがこれはすごいパワースラム、
テリーパーがのフットスタンプをやるんじゃないかと思ってちょっとワクワクしちゃったんだけど、そうそうそう、やってくれたら楽しかったんですけどね。これはうまく丸めて、カウント2。あのテリーパーのね、これ水着はね、今日から新しく新調したやつなんですよ。あはは、シルバーと黒のおしゃった花っ面。でもちょっと浅かったっていうか、当たりどころが悪かった分、逆に痛かったんじゃないかという気もしないのです。たまに、ね、まだ躊躇するっていうところがあるから、技のそのものが中途半端に見えちゃう時もあるんですよね。なるほどね。まあラリアットの人をもっとこうスピードつけて思いっきりいってほしいというところなんでしょうけど、こんな体の人がガツンといったらすごいと思いますよ。そうでしょうね。先日のね、後楽園大会で長谷川が IWA の選手権挑戦し、はいはい、デビーがオールパシック選手権の挑戦しと2人のチャレンジバートを行えたんですが、かなりね、両方の試合ともいい試合やりましてね、やっぱり今年はかなりね、この2人、特に北斗に挑戦したデビーなんかが本当にもうこんな素晴らしいシングルやるのかって感じでしたよね。そういう意味ではこの2人はやっぱりね、新世代といってももう今年から出てこないと本当に困っちゃいますよね、こちらとしても。新世代とは言ってられないと。これ見せ場じゃないかな。おーっと、このパワーサポー、やっぱりすごいわ。アントニオよいしょ。昔ボブ・バックランドとかね、バックランドが猪木を持ち上げた、最近ではデビーボーイ・スミスがこれすごく得意にしたですね。試合時間10分経過、10ミニットパウス。女性では初めてじゃないかな。あ、そうですか。黄色からそのまま持ち上げるという、この辺は、おーっと、このラリアットはもろに入りました、エプロン。素晴らしかった。今、デビーはちょっと気を抜いたんでしょうか、フェイントをかけたんでしょうか。というか、ざまみろという顔をしてたらね、すかさず来ました。入りましたね。まあ、そこまで余裕を見せられる相手ではありません、テリーパワー。さあ、カウント2で跳ね返したデビー。かなり効いているという感じの表情ですけれども。さあ、ここで2プラトンの攻撃はフライングボディアタック。さあ、これもカウント2で返しました。さあ、今度は伊藤、どういった攻めを見せるのか。ラリアットは空振りから、いいタイミング、これも素晴らしかったですね。はい、エースクラッシャーのタイミングは今年はね、のフェイスクラッシャーですよね。フットスタンプから一皮向けた伊藤も見てみたいですよね。なるほど。伊藤もね、おっと、こちらも18番ローリングソマスター。さあ、この長谷川のロープの、おっと、これ当たりが下がった。このロープの反動を利用した独特のソバットですけれども、さあ、3発決めて、しかしカウント2。さあ、またローリングソバット、顎の先端にヒットしましたが、今足首なんかちょっと気にしてましたけど、まあ大丈夫かな、長谷川の方がね。長谷川の方が、これはアクロバティックに丸め込めましたけれども、カウント2。さあ、そしてすかさずテリーパワーにタッチですが、さあ、だいぶホール、丸め込み、固め技の連携から、さあ、今度はソバット、これ簡単にかわしてバックを取って、バックドロップ、これは強烈、あー、すごい、くの字になってしまった。長谷川返せるか、カウント2。いや、あんまり上手くないからこそ迫力があるというのが、ね、荒削りのバックドロップでしたね、何か投げっぱなしのバックドロップ、落としっぱなしのバックドロップという感じですが、これは、あ、今フランケンシュタイナー狙ってたのかな。自分で叫びましたよね、シュタイナーね。テリーパン得意技でもありますフランケンシュタイナーを狙ったんですが、長谷川、おっと、これは今度はデビーにシュタイナーを決めましたが、長谷川カットしました。あの技はこだわってんでしょうね、相当使いたいんでしょうね。なるほどね。さあ、カザルプロレス技の中でも最も分かりやすい技ではないかと、原始的だけどね、感じがしますけども、また最も痛そうだという、そんな気もします、このフットスタンプ。どんな気持ちになるんでしょうか、あれを食ったときは。おっと、これ、さあ、ロープに振ったところ、2人まとめて、さあ、そしてデビーがこれ飛ぶのか、さあ、プラッチャー、トペです。なんかあんまり、なんか、
そんなに飛距離はなかったなという感じだけど、うん、確実に、まあ、確実に2人まとめてヒットしました、ね、技のミスが本当になくなってきましたよね、デビューもね、この2人、はい、さあ今度は2人で同時に流れ式を狙うんですが、あしかしこれ伊藤のいい動き、ラリアット、さあそしてこれはチャンスだわ、さあラリアットかな、合体殺法、さあカウントはこれは危なかった、デビー落ちた時の角度がすごくね、ま、高いところから起こってたからね、そうですね、デビーも今危なかったです、確かにスタイナース張りの連携殺法が冴えます、さあそしてお肩に乗りまして、あこれはすごい、すごいこれはすごい、エルギガンテみたいなおっとイアニアホール、これも危ない、デビーかなりグロッキーです、まあ、2人とも伊藤谷ってそんな組んでないですよね、十分考えてますね、いろいろ、まあ、これから日米新潮世代タッグなんでしょうか、この伊藤とテリーパワー非常に連携がいい、さあまたしてもロープス、セカンドロープに足をかけての、あバースラム、ダダレ式のバースラムを狙ったんですけれども、タイヤを見せてデビー、これはやばい、カウント2で跳ね返しました、危なかった、さあしかし、うん、これはタッチは認められない、しかしバックの取り合いから、さあ裏投げだ、あこれ喉輪落としの返しでしたね、今のは15分経過、今リバースだったから、うん、とにかく掴んで先に投げたのは勝ちだったんですね、なるほどね、さあその辺もよく考えたデビー、テクニシャンぶりを発揮しているんですが、今度は長谷川と伊藤、この伊藤もこの辺はテクニックさんです、あ、つかさず長谷川が丸め込んでる、あ今の長谷川もなんか気を抜けませんね、これは非常に立派でした、はい、もう一瞬たりとも気を抜けません、お互いタッグチームとして完成しつつあるんじゃないですか、そうですね、まあなんかタッグ戦らしいというか、あすごい、これはスタイナーっぽかった、これもスタイナーっぽいという、さあここでフォール、しかし伊藤も粘ります、いや本当にタックの面白さ満載というこの試合になったわけですけども、うん、とってもそんな感じがする、さあ今度はダブルじゃねえか、ダブルの攻撃で、お長谷川しっかり見ていました、テリーパワーが抑えに入ってくるところと、ノーザンライトトップロープからちょっと体勢崩れかけたんですが、これは決まるか、これはしょうがない、もう必殺ですね、これは大丈夫でしょうか、伊藤勝者レビーマエコ、このコーナー長谷川崎レビーマエコ君の勝利でございました、いい試合だったと思いますよ、トップロープからさらに担ぐわけですからね、ものすごい落差が、やっぱりタッグチームとしてのね一日の長というか、そう一日の長が、まあ、何日もました、なるほど、まあ、下がったと、あのデコボココンビかもしれないけれども、テリー伊藤というのも悪くないですね、そうですね、チームとして、はい、あのそういう意味ではみんな着実に成長してきてるということです、あでも伊藤は全然個々の実力で言ったら全然1枚も何も落ちないしね、そうですね、かなり上の方だし実力的には、はい、第5試合はデビーマレンコ長谷川酒井組が見事に勝利を抑えました、見事日米新世代タッグ戦を制しました、デビーマレンコ長谷川酒井組です、お疲れ様でした、やはりタッグチームで一律の勝があったという感じですか、まだまだなんですけど思ったよりもテリーの力がすごかったんでびっくりしました、だいぶ後頭部強く打ったようですけど大丈夫ですか、あの伊藤とテリーのプランチャー最初から来たんであれで後頭部打っちゃってボーッとしちゃったんですけど、もうデビュー素晴らしいフィニッシュでした、私と長谷川、ね、久しぶり一緒だから今日タイミングちょっと違う、でもテリーと伊藤すごいパワームーズ、ね、すごい、ね、今日ちょっとラッキーご無礼でした、はい、お疲れ様でした、第6試合、古生日エクスプロージョンバウト30分一本勝負を行います、アコーラ155パンス井上貴子、赤コーラ175パンス井上
チ。さあ第6試合です。小整備エクスプロージョンバウトと題しまして、30分一本勝負、井上京子対井上貴子、まあ、井上対決ということで注目なんですけども、今日はまあシングルマッチ非常に多いんですけれどもね、はい、この対戦も見ものですね。それでですね、後半戦のゲストなんですけれども、小川さんに代わりまして、先ほど試合を終えたばかりという堀田由美子選手です。堀田さん、はい、よろしくお願いします。あ、お願いします。どうも。先ほどは南選手だいぶ苦しかったじゃないですか。そうですね、かなり、ね、こってりしたね、20分という感じがしました。結構お客さんにヤジ飛ばされちゃってそんなもんじゃねえだろうって言われてましたね。先生、本当そんなもんじゃないんですけど、うん、ダメですね。でもやりにくいっていうのありますしね、特にですね、男のファン層からのなんか人気度というか認知度というか、はい、応援の数でいうとやっぱり堀田選手の方が多いですから、はい、あんまり南鈴鹿の怖さを男のファンはあんまりまだ知らない。そうですね、そういうところがあったような気がしました。女子プロ界 のジャンボ鶴田ですから、そんな感じですよね、はい。で今日今リングに上がってます井上貴子は、はい、先日の JWP の対抗戦でもってタッグパートナー務めましたよね、はいはい。あれは本当に井上貴子の違った面がだんだん出てきた試合だという評価を受けていますが、はい、すごい良かったですよ。はい、貴子自身はあんまり良くないって言って結構悔しくて泣いてたみたいなんですけど、最終的にね、フォローが取られちゃいましたけどね、はい、でもそれが逆効果で良かったと私は思いますね。なるほど、うん、割と喧嘩マッチっぽい試合を得意なんですよね。そうですね、すごいですよ、見かけによらず、じりじりいじめるという見かけによらず喧嘩マッチの人ですよね。そうですよ、だからあれは良かったんじゃないかという対抗という自主権があった方が、うん、そうですね。ダイナマイト関西が結構すごいですよね、はい、だから貴子は本当に実力でぶつかったんですけど、それがやっぱり叶わなかったというか実力の差ですね、うん、それでやっぱり負けたところが悔しかったという。なるほど、これの悔しさを覚えてどんどんこれからも勉強していくんじゃないですか。なるほど、いや割と今までの井上貴子っていうのは可愛い方のレスラーのタイプとして区別されてたでしょ、まあ、アイドルレスラーの名前に言われますけどね、だけど実力派なんだぞというところがだんだん出てきたし、そうですね、結構足技っていうんですか、足、はい、節なんですか、はい、固めたりしますよね、ああいうの細かいことはよく膝十字とかね、はい、固まって使ってますからね。そうですね、会場とかでいつも、はい、試合前に練習してますよ。あ、なるほど、はい、なるほど、まあ、その辺の練習の成果この井上京子戦でもですね見せていただきたいところなんですけれども、井上京子の実力に関してはもう本当にもう誰もが知るところだから、うん、今日こうやって京子とシングルでやるっていうのは井上貴子にとっては結構大切なんですよね。大切ですね、いろんなところを勉強してやっぱり同期ですから、はい、やっぱ貴子もそれの気持ちっていうのは入ってると思うので、そうですよね、やっぱり京子は技っていうかテクニシャンなんで、はい、やっぱり貴子はその意地くそ悪いところでじゃないっていうか、そうですね、はい、意地悪い時の方が結構いい試合になりますよね。そうですよね、なるほどね、そういうところでガンガン攻めて取れんじゃないかというところを見せてほしいですね。そうですね、はい、一言で同期って言っても、はい、やっぱり井上京子の方がずっと先走ってきたっていうのがありますから、そうですね、これはしょうがないですもんね、はい、やっぱり、はい、今が狙い目ですよ。今狙い目ですか、はい、そうですね、対抗戦でまた、ね、井上貴子の注目度もだいぶ上がってきてますよね、はい、そうですね、ここで頑張って勝てばすごいものですよね。なるほど、このシングル戦、まあ、そういう意味も兼ねてるということでしょうか、はい、井上貴子選手にとっては非常にチャンスを与えられたということも言えるんじゃないでしょうか。まあ、この2人のシングル対決というと平成3年になりますけどもね、全日本選手権で、井上京子のタイトルに貴子が挑戦して、でまあ、その時は貴子が勝ってるんですよね、ただその後怖いことにタイトル置いていっちゃったのに、うん、そのまま丸腰になった京子の方が上行っちゃったっていう怖さもありますから、やっぱりなるほどね、分かんないもんでしょう、ベルトは本当に、まあ、ベルトを巻いてそれが起爆剤になってどんどん伸びていく人もいれば、全日本選手権の時もそうだったし、うんうん、紫のベルトの時も紫のベルトなくしちゃったのに今度白いベルト取っちゃったりとかね、うんうん、なるほどね、あんまりベルトっていうのはねそういうの見ない方がいいんですよね。なるほど、結構調子よくポンポンポンって京子も言ってましたよね、それで今ちょっとそうだんだん、テーマっていうかね、今度の目標がなくなってきたっていう感じですから、ななところに狙って貴子が行くんですよ、それはいいと思います、そうしますと、まあ、本当に貴子の試金石となるこのシングルマッチということが言えるんじゃないでしょうか。それでも、井上京子も優しくないですよ、今の足攻めなんか新しい技見せてるでしょ、こそこそっと、はいはいはい、結構知ってますからね、同じ、そう同じトーホールドなのに
両方の足決めちゃってちょっと座ってみたりとかね。やっぱマニアが見たら分かりますよね、うん、全然この攻防はないぞとかね、はい、今の展開は新しいとか、うん、ちょっとずつちょっとずつだけど井上京子ちゃんと新しいもの見せてくれるでしょ、ね、すごいですよね。そこが怖い、やっぱり、うん、研究熱心ですね。研究熱心ですからね、うん。そしてバックから、うん、技の数で勝負したら、うん、ちょっと井上京子にはかなわないと思う。すごいですね、熱心ですね。もう技の数じゃなくてどっちかというと張り手で勝負するとかね。あ、そういう、そういう気持ちの部分、喧嘩マッチですね。そう、気持ちの、気持ち、そう、こういう風にこの辺の投資ですね。もう全然もう何振り構わずフェイスロックならフェイスロックでもいいから、うん、そうやってやった方が井上貴子の良さが出ると思う。地を出すんですよね。ええ、5分経過。この辺の喧嘩ファイトが、ここで負けちゃいけないんですよ、はい、うん、やり返すんだよ、貴子。なんかそう、今の顔面蹴り一つでも、うん、井上京子がやると形になってるから恐ろしい。そうですね、本当はバカスカやった方がいいんだけど、なんとなくそれでも、うん、綺麗なものになっちゃうっていうのかな、井上京子がやると。さあ、先ほどから必要に、まあ、首を攻めてるわけなんですけれども、またバックを取ってのね、バッコイ攻防に変わりました。さあ、じりじりとスタミナを下ろしてまいります。堀田選手も今日かなりね、膝ぐるぐる巻きでテーピングしてましたけど、はい、今日もあの井上貴子選手、右膝の方、そうですね、テーピングの方、サポーターの下にね、テーピングしてるでしょ、はい、悪いんですよ、あの子もともとも、はい、悪いんですよね、膝は。まあ、満身創痍ということなんですけれども、対抗戦でなんか指も骨折してるらしいですね、貴子選手は。そうですね、あの、うん、関西の蹴りをガードして、ね、その指が折れちゃう、折れちゃうという、すごい恐ろしいことですよね。すごいことですね、す蹴りで指が折れちゃうっていうのは。さあ、その指の骨折、そして、まあ、膝の怪我を押してのこのシングルマッチということになっておりますけども、テイクダウンスなら普通に倒しちゃいいのに、ちゃんとね、なんか見せてから、なんか見せてからやるというね、すごいですね。うん、一つ全然気を抜いてないというか、うん、まあ、その辺の観客へのアピールというのも非常に高いものがあります、井上京子。ちゃんとあれじゃないですか、家でもビデオばっかり見てるんですか、ね、あと鏡見てこれやっていくぞとかやってました。ここでアピールでしょうね。なんかやってそうですよね、あの自分家でね。でもそういうイメージワークっていうのは非常に大切だから。そうですよね、それは本当に、ええ、いいことですよね。プロレスっていうのはやっぱり人前でやることなんだから、そうですね、本当にイメージトレーニングで本当にまあそういうものに近くなっていくっていうのはありますからね、でも割と普段のあの京子の試合から考えると割と今日はねちっこい、そうですね、あの戻ってくるところがこうやって、まあ、地味な試合展開というか、なんかこういうものにも戻ってくるでしょう、一回動いても。そうですよね、だからじっくりやろうとしているのか、それとも割としつこいものをやろうとしているのか。さあ、貴子どうしたとか、さっきも堀田どうしたってあったでしょ。どうしたっていうのは太鼓戦見た人たちじゃないですか。そうですよね、多分そうだと思うんですよ、みんな見てる人が、あの勢いはどうしたんだという、というのはやっぱり全日本女子、要するに太鼓戦自体があまりにも刺激が強いから、全日本女子の時もちろん身内っては言わないけれども、いつも競争してるんだけど、同じ団体だとやっぱりちょっと物足りなさを感じてしまうんですかね。テンションの違いが分かっちゃうんじゃないですか。それは本当に分けちゃいけないことなんですよ。分けちゃいけないんですよ、本当は。それは本当ですよ、こういうお客さんはね、お金払って見に来てくださってるんですから、勝負は本当に勝負もちろんね、やってる選手はね、そんな意識はないんでしょうけど、対抗戦の刺激にはかなわないっていうのがあるね。やっぱりそれは人間ですから、あのどうしてもね、感情的なものもありますね。素直になっちゃうんですよね。そう、素直になっちゃうし、やっぱり他の団体にはっていうのは、対抗戦っていうのはファンにとっても麻薬的な部分があるから、昔からそうですよね、対抗戦ってどうしても憧れて、それなりに期待して、はい、なんかこう緊張感があってね。あの前場の定番の試合が色あせちゃったら、それが一番いけないことだし ね、うん、これからがそれが課題だと思うんですよ。それが思いますね、交流戦、ね、やりますよね、それからやっぱりそれをみんなお客さん見たくて、そう、でもそれが一段落した時、何がある、一段落した時にやっぱり考えなくちゃいけないんですよね。すごくそう思いますね。それが一番の今みんなプロレスっていうか、ね、女子の課題じゃないですか。課題、なるほど、はい、今頭を痛めてるのかもしれないし、対抗戦真っ最中の堀田さんからそういうね、言葉が出るっていうのは本当に一番今大切なのは、まあ、でも対抗戦重要ですもんね、やっぱり。そうですね、やっぱり関西っていうその目標っていうのが今ありますから、はい、いつもいないでしょう、目の前に、いないです、それ本当にあの
実現というかポンポンポンって本当に来ちゃったんですよ、8年前のことから今まで、はい、でも本当になんていうのかな、会社が作ってくれてメンバーを決めてくれてっていうそういうのっていうのは本当多いですよね、でも自分たちが決めちゃったっていうか、あ、それは、はい、一番ね、そうです、そういう要するに戦いを求めてたってことでしょ。そうですね、今回本当はシングルじゃなかったんですよ、関西と、4月2日は、だけどそれをシングルにしたと、したという、やっぱり一騎打ちでしょ。そうです、8年前はね、一緒にタッグを組もうねなんて言って、はい、まあ、もう叩いたわけなんですけれども、まさかこういう形になるとは。今のこれが井上貴子の良さじゃない、この顔が、顔顔顔この顔、ほら、すごいですねこれ。だって意地が悪いんだもんやっぱり意地悪じゃなかったらねでも好きな人は好き、こういう貴子、はい、そうですよね、うん、投資も浮き出し怖いですよこれは。なんでほら、あのよくなんか学校、中学校とかでね、はい、こんな性格悪いのになんで男にモテんだろうっていうでもそういう女の子って、あ、意地が、あ、意地が悪いやつって、意地悪い人とか、うん、それなのになんかモテちゃうとかね、うん、そう、ね、いますよね、そういうタイプだと思うわ、多分井上貴子って、うん、でもね、そういう時の方がね、魅力あるの、多分人間的に見る、あの意地が悪いわけじゃない。いや、僕は知らないですね、よくは、はい、じゃないですよ、結構、まあ、リングの上ではね、でも意地悪いね、性格はそのまま出ますよ、プロレスって。あ、そうですか、絶対出ますよね、プロレスは性格は。でも優しいですよ、結構ところもある、はい、はい、私はあの先輩だからかも分かんないんですけど、あ、そうね、はい、うん、でも、そういうところは貴子の魅力じゃないですか、うん、だって、うん、気が強いとか気が荒いとかね、はい、結構あのこのストンピング攻撃に耐える強子、この辺も意地のぶつかり合いです。さあ一発のエルボーで返しました。いけ、案外ね、あの井上貴子が意地の悪いファイトをしたことによって、うん、井上強子が普段隠している激しい部分も、うん、さあこれも素晴らしい、セカンドロープに一旦クッションしての、あまりにも素晴らしい、出ましたね、すごい運動神経ですね、でも何気なくあれをこなせてしまうという。タカがドロップキックじゃないって言ったらそれまでだけど、そうですよね。さあ張り手、あ、これは面白い、さあもうすぐ、今度はエルボーで返した。さあこの辺はもう意地のぶつかり合い、これは、うん、これはタカ子の読み勝ちっていう風に、はい、あのトペレベルさんにね、行こうとしたところで、さすがその辺はもう同期ですので、この辺のことはもう読みに2人とも技を知り尽くしてというところですが、うまく返してカウント2。やっぱり溜めて溜めて溜めておかないとオーロラスペシャルってのは出せないですね。うん、ちょっとまだ早かったかなという感じですけれども、軽いステップでまたドロップキック、素晴らしすぎる。いやー本当に見せますね。ああいうとこって歩けるもんなんですか。いやね、でもやっぱり練習してますよ、そうね、あのロープに飛んだり何々して、ええ、でこの間あの見てたんですけど、橋のコーナーから橋のコーナーまであのロープを、プロープ、はい、トップロープを使って、ええ、歩いて、ええ、最後まで行けたくてすごい喜んでましたよ。あ、素晴らしい。ルチャの選手なんかはね、今の攻防は井上貴子素晴らしかったですよ。本当だったら、ボディスラムやった後コーナーまで走っててエルボー行くでしょ、はいはい、あの足を捕まえて膝十字に行ったのは、膝十字っていうのは井上貴子が大切にしてる技でしょ。そうですね、でも結構効くんですよこの人、はい、足太いですよね、あ、足太いし、ね、で結構力が強いんですよ、はははで、はい、グラウンド上下からで、はい、お尻が大きいからグラウンドがなんか井上貴子が飛べ、そうそうそう、あの腰がしっかりしてるからそういう感じですね、ギュッて乗られた時も結構動かない、動かないですよ。お気をつけください。井上貴子のトペがヒットしました。確実にヒットして舞台は場外ですけれども、さあこの辺でまた貴子の闘志がむき出しになる、イエス攻撃でラフ殺法です。あ、もうすごい形相で強行を投げつける貴子、椅子で打つっていうよりもなんか椅子投げつけてすごく意地悪でよかった、なんか変な言い方だけどさあ今度は本部席の机だ。しかし井上京子もこのまま黙ってはいない。さあお互いの意地のぶつかり合いになってきました。そして場外でのブレンバスター合戦から、お、今度はここで、おっ、ダブルアームだ、うわー、このままものに腰を打った、恐ろしい。いやー当然場外マットなんかは引いてません、もろに腰を打ちました。一
エプロンに座る井上貴子の顔がまたなかなかよろしい。そうですね、どうだと言わんばかり。さあ先ほどから指摘があるようなこの辺の意地の悪さというのが無理だって。もっと出れば面白い。危ない、これは危ない、これは勝ちにいってるね。なんかすごいです、ね、驚きました。井上貴子まさかここまでやるとは思いませんでした。いや大丈夫でしょうか井上貴子。やっぱり怖いとこが出るときは井上貴子はいい。これはもうなんか見境ない攻撃と言っていいんでしょうか。大丈夫ですか京子は。これちょっと心配ですね。今のは後頭部もろに打ったんじゃないでしょうか。さあここで場内からは京子コール、何か貴子がヒールというなんか風貌でリング中央で待ち構えてるという。まあいかにバンプの天才とは言っても下が床でしょ、リングでやられるのと違いますもんね。全く違いますもんね。いやちょっと心配です。であれをやった後にやりとしたのが好きというファンもあれでいいんですよ。あれでかなり図太くなってきました井上貴子。さあ場外カウントが数えられます。あのやっぱりテクニックねとか技で勝負しても悲しいかな井上京子にはおそらくかなわない、うん、技では。だからこういう攻撃も確かに反則かもしれないけれども勝つためにはこれもしょうがないという気がし、なんかしますよね。そうですね、やっぱりいろんな戦いの方法がありますから。やっぱりプロレスですから、うん、こういう戦いも一つあるし、うん、さあ場外カウント18までいってます。さあギリギリで入りました。しかしかなりかなりのダメージ。あーっとそして髪の毛を掴んでの今度は何を見せるんだ。おっともうバックドロップからそのままホールカウントカウント2。いやもうこれダメかと思いますけどね。ものすごくレベルの高い試合で、本能的に何か井上京子体で返したという感じですけれども、さあかなり厳しくなってきた。今度は雪崩式の何に行くんでしょうか。さあコーナーに釘付けにした、アームですね。得意技出るか。お髪の毛を掴んで、そして京子の右腕を掴んでアームアップ。すごい落差がある。さあカウント、おカウント2で跳ね返した京子。いやすごい試合になりました。井上貴子のベストバウトじゃないシングルでは、そうですね、ここまで攻めまくってね、ずぶとく。さあここで場内からすごい京子コール、そしてバックを取って回収、また回収技を抑え込んでカウント2。今のも踏ん張り勝ちだもんね。そうですね、やっぱりこの調子でいかなくて、いけば勝てますよ、うん、これは本当に貴子の一番いい形の試合になってきた。さあ一体戦宮のチャンスを生かせるか井上貴子。さあそしてもう一回流れ式のアームホイップ、同じ技を食うか井上京子。さあトップロープからこれはすごい落差があってブレンバスター、井上京子が体が宙に舞いました。カウント2カウント2。でもこれでこれでもう一回井上京子のペースになりますよ。あそうですか。そうだって、もう出すものが自分の手駒を使い切っちゃった、使い切りましたもんね。そうそう、まさかこれそこまで貯めることのできる井上京子というのは素晴らしいですから。いやそれにしても今まさか返すとは思いませんでした。完全にあやられた。これを返したパワースラム、一瞬の返し技でカウント2。まだこの余力が余っていました井上京子。さあ出ました、観客にアピールします。しかしあかなりかなり来てますね。さあおっとこれは返した。そんなね、やっぱり大技ね、そんなに簡単にはやらせないぞっていうね。しかしもう一回、もう一回トライする井上京子は、おっと寿司が入った。さあ高さ抑え込み合戦から今度は京子がカウント2。いや本当に手に汗握る展開になってまいりました。さあお互い本当に大技の連発。さあラリアットかわしてエンジンラリアット、今ね、今までね、受けてたのにブロックして、はい、うん、
さあ、そしてこのままホールです。とカウント、これも2ギリギリのところで井上隆を返しました。さあ今度こそナイアガラ、あ、エアプレンスピン、エアプレンスピンに行きます。そしてこのまま、おーすごい変わった形ですね。スピンを利かしてナイアガラオームという形でしょうか。さあそしてもう一回行った。今度は決まったね。決まりましたか。これはおなんと自分で返したんですね。いや驚きました。自分で外したんですね。もうあれだけ井上京子はもう復讐に燃えてるんで完全に先ほどこれだけやられたんだからって思いますしね、うん、あの分返さないといけないという。高子どうしたと、多分ね今日は高子は最初にかなり高子ブロッキーですか。いやでもこの人の根性なら起きますよ。起きますよね、はい、起きます。さあ今度は逆に高子コール、あ、カウントが数えられています。7、あと3秒で取らなければノックアウト負けということになりますが、井上高子9、あ、しかしこれ立ち上がった張り手。いやしかし井上京子の容赦ない攻撃、カウント、あ、楽しみ。でもこれはブロッキーでしたね。素晴らしかった。もうやはり21分8秒、1分8秒井上京子選手のポールが進められました。いやものすごい死闘でした。井上隆子の方がね先に隠し玉っていうか奥の手を使ってきたでしょ、うん、だから激しい京子もあるんだっていうところも見られたしね、最後はポール行く前に1回立たせるチャンス与えたでしょ、うん、そこがまたなんか勝負師って感じがしたし、あと一歩高くも何か持ってれば、そうですね、うん、もっと詰めたんですよね。やり尽くしちゃった。そうですね、ないから、まあ、技を返されたという、そうですね、やっぱ上手いですよ。だから1ミリぐらいで今日はまだ井上京子の方が勝ったって感じ、なるほど。でも本当に井上隆子もグイ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 上がってきちゃったね。そうですね、なんかそんな気がします、はい、第6試合は本当に素晴らしい試合でした。井上京子は井上隆子を下しました。21分間という死闘を制しました井上京子選手です。かなり厳しい試合でしたけどね。はい、あっちも来たんで、はい、自分も負けてらんないと思って、あ、でもこれからいいライバルになっていけそうです、うん、もう今日は本当に場外でかなりいいの食らってましたけども、いい度胸してますね彼女も、どうでしたあれは、うん、でもああいうところが彼女のいいところかな、うん、私も頑張りますよ負けないように。フィニッシュでですね一回高子選手をこう起こしましたけれども、あ、もうすごい頭に来ちゃったからもう素直な、うん、もうその前は全然覚えてない、何があったか覚えてないって全然、本当にベストバウトだったんじゃないかっていう気がするんですけども、そうかな、いや、お客さんが喜んでもらえればもうすごい嬉しいですけど、本当に素晴らしい試合でした。こんな痛い思いしたんですから喜んでもらわないとね。お疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ただいまよりダブルメインイベント後楽園超党派タッグバウト60分一本勝負を行います。青コーナー 3WA 並びに UWA 世界タッグ IWA 世界女子チャンピオン150パースポヨタンマナビ、同じく 3WA 並びに UWA 世界タッグチャンピオン150パース山田俊彦、赤コーナー極本 CMLL 世界女子チャンピオン240パースブルー中郷、同じくジャングルジャック 3WA 世界シングルチャンピオン230パースアジャーコック、レフィー村山大地。さて第7試合です、後楽園超党派タッグバウト60分一本勝負、アジャコングブル中野対山田俊夫トヨタバナミというですね、全日本女子プロレス屈指の、まあ、最強タッグ決定戦といってもいいんじゃないですか。
超党派ってでもアジアとブルーのことを指すわけですよね。ねえ、あの戦い の, あの輪の中にはやっぱりもうブルーの中の選手は外れてしまったわけで、はい、これは限定版の試合ということで。なるほどね、はい、まあ、ブルー選手も1月4日以来の、まあ、そうですね、ということになりますね。いや大阪で、あ、大阪で、はい、やってますから。ただまあ本当に1ヶ月に1試合かそこらですからね、はい、その辺のまあコンディションなんかもね非常に難しいところもあるかと思いますけれども、また先ほどあのリンガーナのコール240ポンドというコールを受けましたけど、はいはい、もう240ポンドは切ってますか。全然ないですね。全然ないですか、はいはい、100キロ切ったかなってところですよね。そうですか、あの足を見ていただくと分かるけど、ホット選手ね、はい、そばであのやっぱり足のなんか足の形が変わっちゃってますよね、ブル様。確かに足の太ももの、ね、あの迫力っていうのは確かにちょっと薄れてきたかなって言ってますけど、は見た目はもう落ちてますよね。そう、完全に落ちてますよ、はい、で顔は細くなってるでしょ。そうですね、はい、でも迫力感はありますよね。もちろん、はい、だからあと何試合っていうか、まあ、限定なんで、はい、僕らたちがなんかブル選手の試合を見るときは、はい、なんかそれじゃあなんかあまりに悲しいけれども、はい、ひょっとしたらこれが最後じゃないかっていう気持ちで見た方がいいんじゃないかって気もしてきたしね。あ、うわ、すごいパイルドライバーを後が山田に決めておりますが、でも中野さんはプロレスが大好きだから、ええ、言ってましたよね、この間も。そうですね、はい、さあ、その中野だからすごい声援で登場しました。ジャイアント馬場さんのようなね、はい、存在になるんじゃないかな。なるほど、はい、おっと、すごい、ありがとう。やっぱりね、しまいました。ウェイトが落ちてもこの迫力ですから。そうですね、ね、すごいパワーボムでカウント2。技を仕掛ける時の正確さっていうの、タイミングの正確さに関してはまだまだ誰にも、すごいです、負けないって感じ、はい、これはあの意識してウェイトを落としてるとかそういうことではないんですか。どうでしょうね、それは多少あるかもしれないですね、はい、あ、なるほど。だから帰ってメイクしてない時とかすごい女性的な顔になってるって感じがしますね。女の人っぽいです。本っぽいっておかしいですね。この間あの15日にリングサイドで、はい、リングサイドサイドであの見て、どっかのお姉さん見たかったですね、はい、なんかファンの人も誰か分かんなかったとかいう声が、ね、はい、出たとか言って、言ってたんですけど、あの髪の毛も青じゃなくて、はい、普通の金髪っぽかったですね。そうですね、あの髪の毛を普通にストレートに、まあ、あの立てるのを直すとソバージュなんですよ。あ、なるほど、はい、だから多分お客さんというかファンの人は分からなかったんじゃないですか、ね、はい、でデビルさんがそっちの時にあのセコンドついてたんですけど、向こう側で、じゃあ私も出ればよかったって言って、あ、なるほど、じゃあお願いすればよかったとか、お願いすればよかったですねとか言ったら、とか言って言ってくれればよかったのにとか言って、中野さんが、さあここで、でもね、今のこういう場面でギロチンを出してしまうということは、あの、まあもちろん主役はあんたですよっていうようなことをアジアがね、同じチームの中では、うん、私じゃなくて今横綱はあんたなんだからねっていうような、うん、なんかそんなようなことがちらちら見える気もします、ね、本当はギロチンってああいうところで出さないですもんね。そうですね。さあその、まあ、世代交代、主役の座を、まあ、勝ち取ったと言ってもいいんでしょうか。アジャコンが豊田真奈美をぐいぐいと締め上げます。やっぱりパワーとて、なんて言うんですかね、おっと、すごいキック、すごいですよね、あのパワーっていう手の、ものすごい音がしましたね、今青コーナーは何でしょうね、パワー対、あと何ですか、まあ、スピード、テクニックってことなんでしょうね。スピードとテクニックなのか、うん、あのテクニックはもちろんトヨタはテクニックなんですけれども、まあ、山田のはまだ、山田の方は堀田選手と同じスタイルになるのかな、どっちかっていうと割と、でも山田もうちょっとあのウェイトアップした方がいいんじゃないかなっていうんですけど、ちょっと細い感じがする、あの動き方にね、動きはやっぱり重くなっちゃうと結構遅くなっちゃうんですけど、でもやっぱ蹴りとか見てるとちょっと軽いんですよね。軽いですか、蹴りが軽いですか、はい、でもあの一発一発っていうか、結構ピシピシってくるんですけど、あのピシピシとあと、ガツンガツンっていう違うんですよ、その差が。でも打力的にはやっぱりドンと一発来た方が結構来るんで、まあ、キレはあるけど重さがないという、はい、今見ててもそうなんですけど、ね、ボンボンボンって山田蹴っても全然効かないで、アジア一発ボンって蹴るの、まあそうですね、あのアジアの蹴りはそれにしてもすごいですね。
でも山田いろいろ蹴りのあれを持ってますからね、形をバリエーションですね、はい、うん、いろいろ考えてますよね、見つけた後くるんって回ってそばっとみたいなね、はい、来たりとか、あとあのジャンピングキックとかいろいろありますから、はい、そう、演じ3回ずつやったりとかね、はい、ありますし、あれでも結構効くんですか、5分経過、5分経過、まあ蹴りじゃなくてもトップロックから来たあのエルボーが飛んできたりとか、そういうのがありますから、あとスープレックスとかいろいろ持ってますからね、技を、まあ、技の種類から言ったらね、もうこの辺は随分多彩ですよね、はい、あでもどっちかというともうアジャ選手の場合はブル様の流れを受けてるから一撃必殺の方なんですね、そうですね、一つ一つの技をね、そう、はい、うん、さあそしてブル様の登場ですけれども、また持ち上げて、これはこの返しはお得意、豊田真奈美、この辺の動きはさすがという感じがしますけれども、さあ強引に抑え込んでブリッジで返す、これ乗っちゃった方がいいかな、あーやっぱりね、あーなるほど、この押しのブリッジはすごいですよね、だから、うん、おーっとアジャが乗っかって、アジャが乗っかったら、おーここまでは耐えられなかった、強烈ですよね、強烈ですね、本当にでもこういうところでアジア行けっていうところがやっぱりなんかブル様が今のブル様ってこうなのかなって、あまあ一戦は譲るよというところなんでしょうけども、さあそのバリエーションのあるキックですけれども、この蹴りですよね、ノープリ飛んでの蹴り、さあそして釘付けにしてのラリアット、そしてストラックへキック、さあロープを利用してのハイキック、しかしまだブルは倒れずに、あ今のはなんか綺麗に投げられたって感じ、はい、早いスープレックスやってますよね、そうですね、いつもそうですね、はい、さあこれもお得意、でも山田選手あの早いミドルとかを5、6発作るとき、はい、あんまり自分の蹴ったとこ見てないのなんか顔こっち見ちゃってるね、まあそれアクションで意識してるのかもしれませんけどね、でも普通にやっぱ蹴る足先を見た方がいいと思いますよ、結構いろんなとこ当たるんですよ、あの胸に当たったなと思ったら顔に当たったりとか、あなるほど、だからそれ見てないからだと思うんですよ、あなるほどねよく自分の足の先見てたら同じとこに 5,6 発来ると思いますよ、おっと、いやブルーのこういうシーンっていうのもね、生ではちょっとあんまり見ませんでしたけれども、やはりウエイト落としているという部分が影響してるんでしょうか、そうですね、比較的いとも簡単に持ち上げられてしまったという、そう、そんなに感じがしますけれども、山田選手は腕っぷしの力が強い方っていうわけじゃないですから、でもあれですよ、山田は昔すごい力持ちだったんですよ、力持ちですか、すごかったんですよ昔、あの多分首痛めてからだと思うんですけど、その前まではあのすっごいですよ、もうかなわないですよ、みんな腕の力ですか、はい、あーバーベルトの上、ウエイトトレーニングとかね、すごいし、あと腕相撲ですね、あ腕相撲もう一番強かったんですよ、あそれは意外ですね、まあ、多分またウエイトアップするとまた力もつくんじゃないですか、なるほど、はい、さあ今度はブルとトヨタの工業攻防、はぁ、あ、インダムショット、さあここへ来てちょっとブルが防戦という形になりましたが、さあそしてお得意の鎌固めですけれども、まあ、いつ見ても非常に綺麗なブリッジ、鎌固めっていうかサーフボードになってるんですよね、なるほどね、ええ、首でなしにね、はい、腕を掴んでますよね、さあ今度は髪の毛を掴んでそれを返そうというブル中野ですけれども、さあ今度は山田が出てきました、今日は何かショッキングピンクのコスチュームですごい音ですね、すごい音、太ももにものすごいキック、バチバチと決まってますね、さあバシバシと決めます、さあこの辺は山田の見せどころなんですけれども、さあこのキックはどうですか、かなり効いてるんじゃないですか、今高さがあってですね、はい、さあいろいろキックのバリエーション考えているということですけども、かなりローキックに集中して、おっブルが怒った、今度はブルが怒った、さあラリアット、さあそしてロープを利用して、んおっ
これあった。これは前そういえばよく使ってました。すごいんですよ。結構セカンドロープを利用して中野さんは柔軟性っていうのがあって、合宿で体の合宿をしてた時も蹴りのなんか形がいいんですよ。すごい先生に褒められたりとか。あーなるほどね。すごいですね。10分経過、10分経過。アジャのなんか面白い突っ張り攻撃からボディアタック、そして釘付けのバリエーション。あれは小手ですよ。小手でした。小手のバリエーション。小手のバリエーション。アジャ風小手ですか。なるほど。でもアジャがやったら突っ張りになりますよね。なんか相撲の突っ張り。本当に突っ張り突っ張り。体があるんだから。さあパイルドライバー。これはちょっと当たりは浅かったがホームに入りましたが、カウント2。ロープに乗られました。まだ、ああいう技食らう時の山田見てるとやっぱりウエイトがないですね。ちょっと軽い感じがしますもんね、音持ち上げる時に。スタイナーさあ、そしてスタイナーズブラザーズリック・スタイナーバリのこれがすごいんですよ。アバラシショルド。さあ、そして釘付けにしたまんまのボディープレス。これは痛い。リングがちょっとずれましたね。ずれましたね。これは本当に効くんですよ。これは痛いでしょうね。さあ、お腹のあたりを抑える山田ですけれども、やはりこの辺ちょっと内臓あたりですか。内臓、はい。ウェイトのなさというのがちょっとしんどいのか。さあカウント2。まあしかしそう簡単にはホールは取られません。中野さんヌンチョク取った、取りましたね。そろそろ出るんでしょうか。青コーナーの2人はフレッシュなんですから、もっとガンガンいってほしいですよ。本当はね、はい、立ち向かうように。山田どうした、その勢いがちょっと、最近やっぱり。なるほど、ね、ちょっと二冠王になって落ち着いちゃったのかな。そうですね。っていうか、自分たちの型にはまるときは素晴らしい試合なんだけど、誰といつやっても自分たちの形になるかっていうと結構そうでもないんですよね。なるほどね。やっぱりやっぱこういうすごい選手と当たる時にこそ思いっきり、若さをね、若さしてほしいというところなんでしょうか。さあ、そしてこのツープラトン、あラリアットから背骨折りですけれども、さあ山田がぐいぐい腰のあたりを攻められております。そしてそのまま片エビ。さあ必要に山田の腰を狙っておりますけども、さあこの辺りでスタミナを消耗を狙うアジャブル組ですけれども、さあこの辺なんとか山田返してほしいところです。さあ青コーナーにじりじりと向かいますけれども、腰をぐいと落としてアザコング、そうはさせじというところでしょうか。さあ力が入ります。そうですね、そういえば山田トヨタのコンビっていうのは、はい、攻めてる場面しか頭に残らないんですよね。あ、なるほど。割と、攻めてる場面しか、攻めてる時はいいんだけど受けに回っちゃった時は、なんとなく案外脆いのかもしれないよという場面もたまに出くわすんですよね。さあやっとロープに逃れました。さあ受けに回った時が、おっと、ああ重い。これは痛そうです。でも本当にアジャと試合をすると1試合で2試合した気分になっちゃうんですよ。疲れがやっぱり、なるほど、ね、受ける重さが違いますか。さあ場外、さあこれが山田をぶん投げました。あ、椅子の山の中にうずもれるようにして山田、やはりこの辺迫力がちょっと違いますね。やっぱりこの間の川崎でやったね、はいはい、意気込みが欲しいですよね。なるほど、対抗戦で。そうですね、はい、でもやっぱ対抗戦って言うとやっぱり刺激が強いでしょ。それはね、一回刺激が強いものを見ちゃうとどんどん欲求ってエスカレートしてくるわけでしょ。本当さっきも言ってたけど、それが一番ですよね。本当にそう思う。それをいかに克服するか、次の段階で。見ててそれは言ってるんですけど、ね、その川崎の時みたいにって言ってるんですけど、やっぱりわかりますよ、対抗戦とかいろいろ。なるほどね、はい、さあ山田が反撃に出ようというところですが、とにかく本当
今なんかも反撃しそうだったんだけど、よし、おっと、これはスピンキックですけれども、ブルさんも高い壁であり続けるね、やっぱり。そうは今夜が下ろさないという感じで、ブレンバスターからフォール、カウント2です。さあちょっと山田がロンリーバトルという形になって、早くちょっとタッチをしたいところなんですけれども、試合時間も15分を経過しました。うん、ニールキックの形からキック、まだまだね、ちょっと浅いですね、軽いですね、やっぱりね。さあ出ました、ヌンチャグ、まあ反則ですが、ここは一つお約束というところで、見せ場、見せ場ですからね。さあ、あ、髪の毛が大きくてなんかかっこいい今、うん、立ってなくても、いや、今のブル様はですね、何をやっても許されるんです、何をやっても許される、愛されてますから。なるほど、さあラリアットを外して、お、さあこれはローリングクレイドル、ブルをローリングクレイドルで回します。うん、回数はそれほどではなかったが、カウント、やっぱり相手がでかいと回数はいかないですよ ね、 本当にね、あれ以上待ちませんね、さあ今度は2プラトン、さあこの辺で息を吹き返したか、危ない角度で落ちた、あ、怖い、いや今のはかなり、おっと裏剣、裏剣、うわすごい、カウンターの裏剣でしたね今のは、うん、一発、あっと、これは裏剣同士打ち、さあトヨタがドロップキック、さあジャンピングドロップキック、いや的確にヒットしています。これがね、これが出なきゃ、まあ、ね、トヨタって感じじゃないですかね、あのブルが吹っ飛びます、あの巨漢ブルが吹っ飛びます、このドロップキック、こんなミサイルキック、さあ4コーナーやるかな、そして今度はこのコーナーから、さあこれホール、カウント2、まだあのコーナーからあの、うん、頭で当たってるやつもあれば、うん、なんかトンボ返りやってなんかってのもありますしね、うん、すごい瞬発力ですよ ね、 ね、さあ山田ロープに飛んでの円錐蹴りですけども、山田も回復力早いですね、うん、そうですね、さっき一発食らった割にはあれだけグロッキーしてたんですけれども、もうがぜん攻めに転じると本当に生き生きした動きになります。ブレーンキックってやつかな、そうですね。さあ山田のフィニッシュショールドですけども、アジャが入ってきた、余裕のカットって言いたいけど、まあいいでしょう。さあやはりこのアジャのストンピング一つ一つが何かずしりずしりと山田の背中に突き刺さるような感じがしますけれども、やっぱりなんかやられ弱いっていうか、ウエイトがないんですね、本当に攻めに転じた時の生き生きさと、本当になんかこう好対照なイメージを受けてしまいますが、試合の権利があるのはブルさんですね、そうですね、はい、まだタッチは認められていません。さあしかしこれは、これも強引にドロップキック、さあ場内に落ちて、さあ山田が、おっと場外でニールキック、ニールキックですね、今のはね、はい、スピンしてのニールキック、さあそしてさあ出ました、ラッケプラーズトップロッカーですが、これは結構綺麗に決まりましたね、今日はね、やっぱ落ち着かないとね、さあそしてアジャが飛びます、アジャがピッコーナー最上段からプラッチャー、飛ぶというよりはすごいですね、落っこってこいつ、落っこってきた、あんなのが、いやすごいですね、しかし怖いですよね、8キロが落ちたらね、あれあれ受けた時ってどんな感じなんですか、あれは知りますよ、あれ本当に、あ、頭打っちゃうんですよね、さあそして今度は2プラトンでブルを、ブルをトップロープから回すか、さあどうするんでしょうか、2プラトンで1回転やられた、さあブル様がボールを取られるのか、カウント頭いっ、ちょっとグロッキーでしたね、いやー本当にアジャがカットに入んなかったら完全にスリーカウント入っていたと、そういうタイミングで、さあ腕を固めてカット、カット、今度は自力で返したブルだから、やっぱりブル様からねボールを取るというのは難しいですよね、それだけでも大変な姿勢です、
返し技、一瞬の返し技、これも韓国さすがボル、そう簡単にホールは取られません。さあそしてクロスアームから抱え込んだの、ジャパニーズ王者を狙いました。カット。さあここでアウトです。20分経過。ブルームさん、ブルームは危なかったんですが、アジャにタッチして、そうはいくか、おっと、あーっとこのままホール、トヨタ危ない、カウント2。トヨタはおそらくあのくるくる回りながらね、回転に入ろうとしたんですよね、はい、2回転するエビ型のようになったんですが、さあそしてトップロックからエルボー、おーすごい、これはすごい、確実にヒットした、カウント2。ここで山田がギリギリのところで、あーしかしこれもあのエルボーやられたらもうね終わりですよ、完全にグロッキー状態、トヨタ完全にグロッキー状態。さあロンリーバトル、山田はリングサイド、リングサイドでグロッキーです、ギロッキーのラップ、これは高さも完璧、あと山田が入らなければ、入れ、おっと、いやー山田執念のカット。さあこれはもう一発いきますか、ムーンサルトかな。さあ何が、何を見せてくれるか、ブルナカロ、やばいですよ、ドラマ完全にグロッキーはトヨタ。さあ今度はコーナーからムーンサルトアタックか、さあムーンサルト、ムーンサルトアタックか、ヤスメンツーバック、カウント3、ブルナカロ、すごいですね、いやすごい、21分27秒、さあご覧お聞きください、この場内の中野コール、いやー見せましたね最後は。ブル様はまだまだやっぱ強く、強くあってほしいですね、いやー驚きました、最後のムーンサルト上でしたね、完璧にヒットしました、ポイントもバッチリという感じでしたけども、まあ逆にねウェイト若干落とした分で、あの辺のもう綺麗さというかね、的確さが増したかなという、まあ、そんな気もするムーンサルトプレスでしたけど、柔軟性がすごいあるんで、はい、何やっても技が入るんですよね、なるほどね、はい、いや本当にギロチン、そしてムーンサルトプレスでトヨタ真奈美を完全に仕留めました。続いて2回目だぞ、今度手やるときはベルトかけろ、ベルト、お前らもベルト持ってる資格ない。これはまあ勝った、ね、勝ったチームが言っただけに資格ないって、まあすごい妙に説得力あったんですけれども、さあかなり過激な、でもブル様の方が結構優しくなっちゃってるからね、だいぶ力も落ちてきたが、あざと組んだらもう一度一度、もう一度一から勉強するために30日から海外戦に行ってきます。帰ってきた時必ずあざとベルト取ります。どうですか、メキシコですか、メキシコ、メキシコに行って帰ってきてタックでベルトを取ると。いやしかしこれはタック戦線にブルーアザール組が本格的にね、全盛期にやる選手も面白いけど、ベテランっていうのもいいですね、やっぱり、ね、いいですね、いや本当に素晴らしい試合でした、ブルー、ブルーアジャコングが山田トヨタ組を一周した試合でした。見事、勝利を抑えました、ブルアジャ組ですけども、いや見事な勝利でした。もう最後はもう攻めに攻めまくってトヨタもう完全にグロッキー状態でしたけども、いかがでした。そうですね、まあ、あんだけのことやられて立ってこれる人間なんてそうそういないですからね、まあそんなもんですけど、まあ、山田はねちょっとこううるさかったんで、あれになきゃもっと早く蹴りついたんですけどね、はい、最後にですね、お前ら王者の資格がないというふうに吐き捨てるようにですね、アジャ選手言ってましたけども、まあ当然といえば当然でしょう、タックリーグに続いて2連敗ですからね、後楽園でチャンピオンチームとしては情けないんじゃないですか。今度はじゃあもうベルトをかけて、うん当然ですね、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後のムーンサルト綺麗に決まりました。はい、体重が落ちた分多分回転が早かったと思うんで、でも今日はもうアジアに助けてもらいました。内容的にはかなりしんどかったということですか。そうですね、まあでも2人で組めば怖いもんなしなんで、とにかくハザード組んで CWA 狙えるんだったらもう一度一から勉強し直して海外で
もう一度新しい自分を見つけてきます。いよいよメキシコ遠征ということですけれども、まあ、そのあたりの意気込みをちょっと聞かせて。はい、あの日本はね、日本のプロレスさんも自分はまあアジアに任せてるんで、それでもう任せて自分は安心して自分の好きなことを今度はやっていきたいと思うんで、はい、頑張ってください。はい、お疲れ様でした。全日本女子プロレス対 LLPW 初の団体対抗戦です。いよいよですけども、ラスカチョーラスオリエンタレスの面々です。下田さん、1月4日の LLPW の試合いかがでした？つまんなかったけど、あのハンダっていうのが突っかかってきたからね、え突っかかってくるだけの、ね、根性があんなら、どれだけうちらが、ね、怖いかっていうのを見せつけたいと思います。三田さんはどんな印象を受けましたか？もう全然あれですよ、一人だけなんかでっかいのいたんですけど、あのもう大きさじゃ負けてないし、実力だってこっちの方があるし、なんか結構舐めてるみたいなんで、ギャフンと言わしちゃいますよ。北斗選手、今日はハーレー斎藤、イーグル澤井、半田美希という比較的若い、面々が来ましたけれども、そのあたりいかがですか？ザコなんか相手にしてらんねえ。カンドリ選手が、リングサイドで観戦してるようですが。だから何度も言ってるけど、邪魔なやつから片付けてやるっつってんだよ。頑張ってください。対する青コーナー、 LLPW ハーレー斎藤、イーグル澤井、半田美希選手です。半田さん、はい、1月4日かなり下田選手とやり合ったみたいですが、いかがですか？そのやられた分を今日3倍ぐらいにやり返します。リング上ではどんなところにポイントを置いて、今日は体が小さいんですけど、その体をカバーするぐらいに大きい技とかをどんどん出していきたいと思います。斉藤選手、全日本女子プロレスについてはどうかお考えですか？はい、やはり歴史のある団体だと思ってますが、自分なりにも歴史を持っているので、必ず今日はガンガンいって勝ちたいと思います。どんな作戦で切り崩していこうって考えてます？作戦はもう何も考えずに、ただもう蹴って蹴って蹴りまくりみたいな感じで、はい。相手はですね、カンドリ選手をなんとか引っ張り出そうということを言ってるんですが、そのあたりいかがですか？いや、もう自分たちで十分です。はい。澤井さん、はい、全日本女子プロレス印象を聞かせてください。大きい選手が多いっていうのをすごい第一印象を受けました。私たちの団体は結構軽量級が多いんで、でもその分やりがいがあると思うんで、今日はガンガンいきます。LLPW としては他の団体の選手とやるのは初めてなんですけれども、そのあたりは。そうですね、今日が第1回目ということで、とにかく勝ちます。頑張ってください。全日本女子プロレス対レディースレジェンドプロレスリング団体対抗戦60分一本勝負を行います。青コーナー LLPW 145パンス、半田美希。同じく205パンス、イーグル澤同じく150パンス、ハーレー斎藤。赤コーナー、全日本女子プロレスラスカチョーラスオリエンタレス、140パンス、下田美香。同じくラスカチョーラスオリエンタレス、165パンス、三田悦子。同じくラスカチョーラスオリエンタレス、オールパッシングチャンピオン、155パンス、北斗晶。レフェリー、ボブ矢沢。さ
さあいよいよ全日本女子プロレス対 LLPW の対抗戦。いやー斉藤さんすごいですね。入場してきた時から結構鳥肌もんでしたね。鳥肌もんでしたね、本当に本当に、ものすごい紙テープの数。そして大北斗コールが今超満員の後楽園ホールにこだましております。はい、LLPW の選手が、はい、ゆっくり入ってきたでしょ、はい、受けて立つんだけれども、うん、北斗晶の方がバーッと走ってきて入ってきて、ね、あれが面白かった、はい、で割とあの半田の方が下田に平手を一発見舞ったでしょ、はいはい、そうしたら待て待て待てっつって北斗が下げちゃったでしょ、はい、あの辺がまた面白かったですね。いいですよね、やっぱり結構鳥肌も、はい、まあ、半田下田でね、この間1月4日にかなりいざこざがありましたん で、 そうです、ね、一発のおかしで、ね、返したつもりが、うん、だから下田にもやっぱりここで頑張ってもらいたいですよね、こういうふうに。これはもう大チャンス、チャンスですよ、対抗戦をね、きっかけにもう一回も二回もやる気ですよ、もう下田は、はい、下田がやる気みたいですね。ああなるほど、もちろんね、こんな、うん、LLPW の選手の方にはブーイング飛んじゃったけれども、うん、まあ、そういう意味じゃないと思うよね、うん、さあまずはイーグル沢井、そして三田股間対決です、いきなり。イーグルっていうのはものすごくでかいウエイトがありますから、はい、さあまずはウエイトのある、そして上杖のある、ジャパン女子時代よりも、はい、JWP を経て、はい、LL になってからの方がさらにウエイトは上がってますか。ウエイトは上がってますね。さあ今度は三田の方にコール。さあ おっとこれは沢井も、おっと両方の意地のぶつかり合い、そして相手何かこの辺が対抗戦のこのピリピリとした緊張感がみなぎってるわけなんですけれども、さあそしてツーカートン、なんといってもこの下田がね燃えてます、今回非常に燃えています。さあそして今度は、おこれはすごい、素晴らしい、すごいすごい、何メキシコ流だって、メキシコ流いやでもこれはまず大技じゃないんだけど、なんかトリオとしての、ね、力で、うん、1本取ったね、こっちが、こっちが、もうあれやられた方はあれ以上の屈辱ないですからね、ラスカチョーラスはチームって感じ、ね、っていうのは LLPW の方はどっちかっていうと3人をね、3選手を出してきたってだけで、まあ選んでね、まあ、トリオというわけではね、はい、うん、そうだからこっちはトリオだぜっていうのを今はっきり分かっちゃったでしょ。なるほどね、もうすでにその辺で差が出てしまったかなという感じがしないでもないんですけれども、今出ている半田っていう選手は、はい、すごくレスリングが、はい、綺麗っていうか上手っていうか、ね、いろんなスープレックス持ってますね、いいですね、非常に綺麗なビリッジ、ブリッジの、さあその辺も注目したいところなんですが、さあこの半田ちょっと上杖がない分、この大きな三田相手にどういった攻めを見せるのか。しかし下田もアピールしてますよ。そうですね、今日はいつになく燃えます。さあこの下田と神田の絡みが面白い。あー噛みつきか。さあそこから腕を取って、いやこんなになんか乗ってる下田というのも、なかなかね、もちろんこうやってこの試合自体がお客さんをこんだけ興奮させているんだけれども、はい、お客さんがハイになってる分帰って今度は選手がね、それがもっとハイになっちゃうっていうか、もうこれ相乗効果で、なりますからね、お客さんに押してくれたら、おっと今度は北斗がすごい攻撃だ。何か3人でこう痛ぶってるような、もうこう本当にすごい攻撃ですね。北斗晶っていうのは占領役者って感じがしますね。ポイント攻撃切ったんですよ、占領役者って感じ。ああ北斗出てこいってことじゃない。いやしかし、北斗出てこいとハーレー斉藤が挑発しています。お前じゃないんだよ、北斗に出てこいって言うんですね。いやしかし、北斗にしてみればやっぱりお前も眼中にないよと LL の中では、ね、一応主将格ですね、だってエースでしょ、この3人の中じゃやっぱり、はいはい、さあ、大北斗コール。結構、ハレーもいろいろ細かいこととかテクニックありますよね、ある似てるんじゃないですか、2人は。それにね、蹴りもありますしね。おっとやっぱりみんなが思ってるよりは本当は体が小さかったりとか、はい、ウエイトがなかったりするのに、はい、体以上に大きく見せる選手でしょ。そうですね、結構うまいですよね。うまいです。だからこれに気が強い、北斗の気が強いところがあれば、もうまるっきり似てるじゃないですか。結構いいかもしれないですよ、これは。
すごいですね、今のもね。どんな攻防、朝得意の距離が出るか。結構やりますよ、今のかわしたやつもすごいですよ、結構早かった、なかなかできないですよ、あれは。なるほど、はい、北斗もちょっと悔しいじゃないですか、今の、なるほど、はい、さあこの辺は今までも喧嘩ファイト一辺倒だったんですが、テクニックの応酬になるか。さあ、いけ、おっと、これは脳天からもろに、そうは1回ってやつだからね、今なんか、すごかったですね。あ、しかしハーレーが、あ、しかしまだハーレーが組み下がる、まだ立ち上がる。さあ今度は、さあ流れ式の、おーっと、後頭部に結構、しかし、あ、おっと、やっと落としました。いやー、ハーレーも意地がありますね。ちょっとぐらい空振りしても、いいですね。あ、そしてプランチャー、めげないでやることじゃない。いやー、なかなか息をもつかせぬ攻防です。なかなかやりますね、結構やってきますね、やってきますね、それに自分のリングじゃないから、本当に極度の緊張感の中でやってると思うからね。そうですね、JWP の時もハーレーと、あとあの関西っていうのは結構あれですよね、ベルトとか結構争ってたんですよね。そうですね、ジャパンの時にね、まあ、エースっていうか、エースだったから、やっぱりなかなかかなりできるんじゃないですか。なるほど。さあローキック、おっとミドルキック、しかし北斗にも意地があります。まあ、北斗にしてみればこのハーレーあたりは難なく料理して、あ、張り手、いや張り手ぐらいだったらハーレーって選手は平気でしょう。まあ、北斗にしてみればね、本当このハーレーを簡単に料理して、なんとかカンドリをね、引っ張り出す、リングに引っ張り出すというところに目的があるわけなんですけれども、結構やりますよ、やりますね、今だからね。あのハーレーとかもそうなんですけど、全日本っていう女子プロレスがあって、そこに入りたくて入れなかったっていう意地っていうのがあると思うんですよ。まあ、すごいですよ、本当に何年も前にね、だから見下してますよね、うちらは。さあ、そして巨漢のイーグル沢井、でも本当にマリのあの体当たりだ、おっとこれは見せます。誰だっけ、トヨタとか山田やりましたよね、その時に JWB はすごいって認めてもらいましたよね、だから結構あれ、そうそう、LL も認めてもらえるんじゃないですか、今回頑張れば。そうですよ、そういう気持ちで多分来てると思うんですよ、やっぱり、まあ、これだけのお客さんにプロレスを見てる人っていうのは根本的にあの素直だから、認めてくれるっていうか、そうですよね、優しい人たちの集まりでしょ、まあ、最初のあのブーイングは当然まあ敵地に乗り込んできたっていう意味でのブーイングなんですけれども、当然いい試合をしてくれればそれなりに評価されるというところがプロレスファンの、あれでダイナマイト関西とか、そうですよね、本当にスターになったって感じですよ、はい、だからやっぱりこの LLP の人もやっぱり関西たちと同期だ、同じ団体役なんで負けられないっていう意地はありますよね。そうですね、さあどこまで自分たちの力を発揮できるかというところが LLPW、まあ、団体としても交流戦初登場ですので、そうですね、その辺もいいところをなんとか見せたい、後楽園ホールの満員のお客さんの前でなんとかアピールしたいというところなんですが、ファンとしてもこれだけやれるっていうか、びっくりしてるんじゃないですか、みんな。そうですよね、それはありますよね、舐め切った部分っていうのはあって、おそらくこれ、見たことない人がほとんどでしょ、 LLPW の試合っていうのは。さあ、すごい距離がある、ドリームプレス。さあ、そしてそのままホール、おっと、これは危なかったですね。いや、それにしても北斗のボディープレスはすごいな。体格的なこと言ったら、北斗アキラって割とちっちゃい方ですよね、というか、細い、本当だったら。さあ、そして下田がアピールして得意のフライングでクーリーガードロップ。今日の下田選手はなかなかもう躍動感ありますね。今のなんかいいですよ、ハレーサイト出てき方が良かったもんね。憎まれるんだったら徹底的に憎まれた方がいいんだし。なるほど。さあ、ツームストーンパイルドライバー、おっと、この辺は下田も小ずるいところを見せています。でもあのハンダって選手は今やられてますけど、はい、すごく運動神経はいいしね、あの、まとまってるって感じがするんですよ。なるほどね、まあ、本当これからが楽しみって言っちゃ変ですけども、これからが楽しみな選手ですね。これから伸びていく、どんどん伸びていく選手じゃないかという気がしますけれども。さあ、そしてバックを取ってバックドロップが落ちた。おーっと、これはアンダーフィーカーのように蘇ってきましたね。ヘッドロックを取ってたままだったから。なるほど、落ちながら、なるほど、そうじゃなかったら多分要するに北斗らしさが伸び落ちたっていうかね。なるほどね。いや、あんなあの
あんな下田初めて見ましたけども、ヤンダーテイカーですよね今ね、本当にムードがありましたね、はい、さあ今度は2プラトン、アスカチョーラス2プラトン攻撃、さあそして上添えのある三田がギロチンを落とします。カウントはカウント2、さあそして足を取って倒しました。さあそして自分のコーナーになんとか持ってきた。さあそしてあはれ、これはいいキックだ、顔面ですよこれ、これいいですね、これちゃんとガードした方がいいですね、ニールキックですか、出るか、やさあおっとちょっと浅いですね、後ろ回し蹴りがちょっと浅かったですね。さあ後ろ回し蹴りから、やはり三田の上杖がかなりありますので、ハイキックを決めるのはちょっと難しいかもしれません。さあここでちょっとあのハーレー斉藤の顔つき見るとやっぱり見たあたりは割と敵じゃないっていうような顔して戦ってますよね。なるほど、いいですね、北斗出てこいっていうことでしょうね、はい、さあ高速のブレンバスター、さあ非常にいい動きを見せていますハーレー斉藤、さあそしてバックを取ってへそ投げでバックドロップ、結構ハレーっていう選手は4分経過、10分経過、さあもうあっという間に10分が経過してしまいました。本当に手に汗握る攻防ですが、2プラトン、さあそして巨漢イーグル沢井、さあそしてラリアットを狙いますが、ここはうまく丸め込んだ。さあカウント2、さあそして沢井を捕まえて、さあそして北斗、さあ意地があります、あーすごかった、もう今のは先ほどの斉藤と同じようなね、いやあのスピンキックの素晴らしさ、格が違うぞと言わんばかりのスピンキックですけれども、正確だし破壊力もすごいし、そうですね、さあそしてトップロープ、ミサイル来た、あの巨漢イーグル沢井が吹っ飛びました、巨漢って感じですね、選手は空母というかですね、そういった感じですけれども、いやそれにしてもこの2人体重差にしたらかなりあるんでしょ、それをあれだけ吹っ飛ばすんですからね、やっぱり北斗のこの辺りもすごい、あ髪の毛を引っ張って、髪の毛引っ張って連れてくるっていうところがすごいですねやっぱり今北斗明って感じ、本当にこのツボを押さえた攻撃というかね、いいとこでパチッとこう決めてくれるというのがやっぱり恐ろしくなかったら北斗じゃないって感じじゃない、さあそして場外でもつれ合いました、さあ今度は場外ランド、いや場外ランドでこんなにお客さんが盛り上がったのはちょっと見たことがないんですけども、さあやっぱり対抗戦、お互いの意思と意思のぶつかり合いです、場外ランドをものにその感情がむき出しになる場外乱闘、さあ3方向に分かれて北斗はまだ、ね、今イーグルを締め上げてますね、こっちでは、はい、さあそして安田と下田がもうほとんど喧嘩です、まあ喧嘩じゃねないんだから、あーっともあの意地がぶつかり合ってものすごい形相になっています、すごいですね、さあそして今度はその北斗が、お場外で、おこれは判断がうまく乗り切った、さあ場外カウントは固まりますが、さあ早くリングに戻ってほしいところですが、下田も投手の蹴りすごいですね、さあ怒りが収まらないというハーレーが、ガンナのお返し、おっとテーブルの角にぶつけました、テーブルの上にボディスラムやろうと思って落っこっちゃったんじゃないかな、落っこっちゃったんですね、帰ってきてですよね、逆に痛かったという、さあリング内では三田とハーレー、あ、失礼しました、イーグル沢井、やっぱりイーグルのパワーすごいですね、すごいですね、確かにね、もうラリアットが胸元ぐらいに決まってるんですけど、強引に落としていきます、さあそして三田半田という対決になりましたが、いやそれにしてもこれ予想以上に LLPW やりますね、全然の予想以上に、でも喧嘩マ
チっていう要素がありますね、はい、まだハレー斉藤のイメージしかないよね。なるほど、どっちかっていうと。なるほどね。さあこの辺りでこの神田のテクニシャンぶりというか、この辺りもちょっと見てみたいような気もしますけれども、ブレーンバスターもボディスラムもいいけど、割と普通なんですよね。なるほどね。一応悪いけど。あ、さあ、トップロープからエルボーを落としていったが、カウントは、うん、やっぱり1日の試合ってあるじゃないですか、アジャ様がね、うん、トップロープから、ね、エルボーを落とした後、見た後だ と、ね、うん、今のフライングのクブリカなんかも、ね、下田がやっちゃってますからね。そうですね。おっと、その逆に返しました。もう今斉藤さんのお話があった途端にすぐさま返しまして、やっぱり人と違ったことやんなきゃプロレスは。そうですね、うん、今もなんか下田の意地を感じましたね。さあ、そしてサソリ固め北斗グイグイと締め上げます。お前だよ、よく見たかもね。おっと、これで見たどけ、今本部席に見たどけって言って、本部席にいるカンドリにお前に見とけって言ったんですね。さあ、そのカンドリー、今本部席で一体どんな心境で見ているんでしょうか。さあ、じっくりとじっくりと真剣な眼で見ているカンドリーですけれども、ホークとしても何としてもこのカンドリーと早くやりたいと。見たどけって自分のパートナー逃したとか、あれおかしかったですね。そうですね、よう考えると、本当に北斗って感じでいいですね。さあ、これは今口ですかね、口をもう先に行きました北斗。さあ、そしてコーナーに振って、さあ、ハンダが、うん、この辺はうまい回転エビ固めですが、やっぱりハンダミックレスラーはいろんなことできることは、選手だと思うけど、はい、ちょっと普通かなって感じがした、うん、さあ、そして、お、これは高角度のバックドロップ。さあ、非常に放送席でも評価の高いハーレー、バックドロップ2連発からもう1発いきます。3連発ですね、これ。さあ、ハンダ、ちょっと下田、ちょっと表情が苦しくなりました。またハーレー斉藤という選手はなんかもう顔でプロレスができる域まで達してるんですよね。お客さんとのね、あ、そしてジャーマン、綺麗なブリッジ、ブリッジ、ね、ッジがすごく綺麗、はい、で、あの後やっぱりすぐさま、ね、全然ね、気合を抜かずに、うん、顔に気合が残ってるでしょ、うん、あれは緊張感がすごいからだと思いますね。なるほど。さあ、そして巨漢のイーグル沢井が、おっと、これは一回転しての前に落としました。うおっと、さすがにあの巨漢に追いかぶらされたんで、ブリッジもかなり厳しかったですね。そうですね。さあ、そしてツームストンのパイルドライバーに行くのか。あ、これは合体ですね、合体のパイルドライバー。ジャパン女子出身の選手の特徴なんですけども、はいはい、一人一人の技の数がすごく多いんですね。なるほど。出しすぎっていうぐらい技持ってるんですけ ど、みんな完成度という意味では持ってきてる、教科書通りだから、あ、なるほどね、全くオリジナリティがない場合が多いんですよ。あははははは、まあ、卒なく本当は技もプロレスラーなんてなんか3つか4つ技ってあったらできちゃう人いるでしょ、うんうんうん、まあ、よく最近のプロレスラーね、技の多様さってことが言われて、おっと、多すぎるのはなんですよ、やっぱり、うん、要するに一つ一つの技を大切にしろというようなことをよく男子プロレスなんかでもね、あと人真似はダメ、うん、言われますけれども、なるほど、捕まっちゃダメですよね、ここがね、ここね、うん、おっと、足を持って、あ、なかなかふてぶてしい表情で北斗に、あ、いいですね、あ、なかなか不敵でいいんじゃないですか、ね、ほら、目離してないでしょ。そうですね、北斗からね、うん、ハレーさんにとっていいですね、うん、結構素晴らしい、なんかプロレス心の持ち主だと思いますね。なるほど、どうだ見ろって顔してるしね、はい、おっと、しかし耐える、ハーレーも耐える、これは北斗に火つけたんじゃないですか、かなり試合前は全く相手じゃないと吐き捨てていた北斗ですけれども、さあ、さすがに、おっと出ました、見て見た、三田がやっとダブルチョップ、得意の、お、しかし返して、おっと、張り手を返して、さあ、三田もここへ来て生き生きしてまいりました。さあ、ノーザンライ
ットか。しかしヘッドロックで固めて、そうはさせずというハーレーサイト。おっと、このまま DDT を狙ったんですが外れてしまいました。やはりこの辺り三谷も意地があります。ノーザンライトスープレックス。おっと、焦る必要ないからね、本当にもうちょっとロープに足を落ち着いた方がいいかもしれない、ハーレーサイト、はい、さあ、そしてキックをかわして、おっと、エルボーを飛ばした。これは見どころ、見場、この対決はね最大の見せ場じゃない。はい、さあ、押す。北斗が怒ったか、北斗が怒ったか。さあ、今度はボディープレスからそのままホール。カウントはカウント2。さあ、この対決は面白い。さあ、今度はストンピング、スタンピング。さあ、ぐいぐいと締め上げます。さあ、ここでパワーが、イーグルがすごいですね。しかし大きな大きな巨像といったところでしょうかね。さあ、ここでまた3組場外乱闘、下田の形相がすごい。さあ、本部席で机の上でバイルドライバー、机が割れました。机が割れました。まさか、まさか下田がここまでやるとは思いませんでした。すごい、本部席の机が割れました。お気をつけください。驚きました。絶対ベストマッチだと思うわ。いや、そしてもうこれは335、これはでも何を言えばね、もうやっぱりこの後楽園の雰囲気が守られてるってところはあるからね。なるほど。でも今そんなこと言ったらしょうがないけど、うん、試合中ですから。さあ、そして巨像の沢井と三田。さあ、そしてリング上では斉藤と北斗。さあ、これはうまい、ニールキック。しかし今のは良かったよ。しかし、ショットは倒れない。至近距離からね。さあ、ロープリスで、おっと、腕を取ってのドラゴンスープレックス取るの。さあ、カウント、おっと、カウント2。ハーレーよく返した、よく返したと思う、ハーレーよく返した。さあ、そしてトップロープ、トップロープに登って北斗は今度は何を出すのか。さあ、ミサイルキックを外して、これは大チャンス。さあ、今度は、おっ、フェイスロックか。あ、しかし腕を取った。さあ、そして返してフェイスロック。しかし足を飛ばした。すごい攻防、目まぐるしいチキンウィング。やっぱりね、試合前に関節技がどうしたらこうしたという話になっちゃいましたから、ね、はい、まあ、LLPW としては関節技では劣らないぞというところを見せたいところですよね。さあ、そしてイーグル沢井。さあ、がぜんヒートアップしてきました、この団体対抗戦。さあ、巨漢の沢井を持ち上げて、おお、このままブロックバスターで、そしてトップロープからエルボーを落としてまいりました。カウント2。下田は体痛くなくなってますね、もうね、今日はね、分かんなくなってますね。あーっと、これはどうし打ち。さあ、そして今度は、うん、LLPW の連携です。今本当はニールキックとラリアット、うん、一緒にやるはずだったっていうか、ちょっとタイミングがね、ちょっとタイミングずれたって感じ。やはり、まあ、正規のトリオじゃないですからね。さあ、そして危ない、うわ、危ない、落ち方が危ない、落ち方が危ない。さあ、見たが危ないぞ、これはどうか。お、危ない、危ないですね、今のは、うん、ちょっと危なすぎたというか、落ち方しましたね。理屈に合ってないもんね、うん、あれは恐ろしかった。危なかったです。さあ、そしてハンダがまだジャーマンだ。カウントが危ない。なんとなく三田がなんか早く助けに来てちょうだいって顔しながら、もう目でね、はい、さあ、ちょっと三田がグロッキー、三田がグロッキー。さあ、あのツープラトンの攻撃に、あーっと、ここでホップが入ってきた。あー、今みたいな見たことないわ、素晴らしかった。いやー、しかし、おーっと、これは素晴らしい、フライングリーアタックを返しての、バックフリップね、バックフリップそのままホール。いや、すごいですね、今のはすごかった、はい、やっぱり、おっと、張り手ありますね。さあ、下田がブレンバスター。さあ、そしてホール。さあ、これは両チーム、これは満身創痍になってきました。これエプロンを見ると何か LLPW の方が余裕があるような、そんな感じさえ受けます。さあ、思わぬ苦戦と言っていいんじゃないでしょうか。全日本女子プロレスラスカチョーラスのメントリオですけれども、さあ
コットが蘇って、さあトップロックだ。そしてリングでは、そしてトップロックから飛び込んヒーロー。今どっち見ていいのか分からなかった。ヒットして、そしてリング内では、リング内ではハンダがロンリーバトルになった。さあこれは、さあこれは3人がかりでミサイルの、これはすごい、これはすごい。ボールカウントは、おっカウント通過。あ、ハーレーが、ハーレーが顔面蹴ったみたいですね。ハーレーが顔面蹴りましたか。ええ、下田はちょっとしばらくはダメだと思いますね。さあそして、ホットと、あっ、出ました、ノーサンライトボム。ホール、三谷、下田がホール、カウントしない。でも内容的には素晴らしかったですね。いやー、すごい打ち合いでした。最後やはりノーザンライトボム、ボムのカバーですね。そして下田下松、はい、さあ今カメラがカンドリのを捉えています。さあカンドリ、この試合を見てどんな印象を受けたんでしょうか。さあ満員の場内全所コールです。斉藤さんどうでした。うん、素晴らしかった、うん、あの 素晴らしい試合になると思ってましたけど、はい、それにしても予想以上に素晴らしかったです、うん、でハレー斉藤という選手が、はい、素晴らしいということをまたよく分かった。はい、さあこのこんなんじゃ納得しないぞというハーレーのコメントを受けて、さあ北斗、お前はなしつこいんだよバカ。おっと、お前はなこの状況が分かってねえのか。うちのこの全日本女子で下田に負けるっていうことは下の下なんだよバカ。マイクパフォーマンスだったんですけども、でもさっきで言えばね、もうあっけに取られちゃいましたよ。いや場内はまあ当然ながら大北斗コールということですけども、
いやそれにしてもでも試合内容本当に素晴らしかったですね、ね、今日1回1回を区切りをつけるとするならば、はい、やっぱり試合として見ればね、内容的には素晴らしいものだと思います。はい、はい、なるほど、そうですね。いや本当でも LLPW、まあ戦前の予想に反して非常に、まあ、反してって言うのはちょっと変なんですけども、ええ、非常によくやったなという気がするんですけれどもね、はい、やっぱりこの後楽園 の今の空気がね、はい、とっても対抗戦ということで殺気になってたでしょ、うん、そのもちろん観客を殺気立たせたのはこの対抗戦というものなんだけれども、はい、そのこの空気がさらにリングの中にいる選手をハイにしたっていうかね、なるほどね、本当に素晴らしい内容になったと思います。そうですか、はい、堀田さん最後に、はい、今の対抗戦見てちょっと一言お願いします。そうですね、やっぱり、はい、私もやった本人ですから、はい、気持ちがすごくわかるんですよ。なるほど。でだからこういう試合になった時に一番自分の出せなかった部分っていうのが、出せなかった人は出るんですよ。だから下田にしても出たと思うし、うん、やっぱりこのまま他の試合でも一生懸命頑張ってもらいたいです。そうですね、はい、そうですか。今日は斉藤さん、堀田さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。LLPW 対全日本女子プロレスの対抗戦は全日本女子プロレス、北斗晶がノーザンライトボムから、下田のホールで、勝利を収めたということでした。興奮冷めやらぬ後楽園ホールからこの辺りで失礼いたします。それではさよなら。さよなら。さよなら。横に並ぶな。前に並べ。前に並べ。こんなのが勝ったうち入るかてめえか。何やってきてんだてめえら。それで私がいなくなってやってけんのかお前ら。お前ら勝つことしか考えてねえだろ。いいんだよ勝つこと考えても。ここのプロレスしろバカ野郎。嬉しいかそれで。嬉しいかよてめえら。いなくなってやってけんのかお前ら。神取り戦決まるまで帰ってこないぞ。お前ら二人だけでやってみろ。南に頼るな。お前らだけで目に張ってみろ。お前らだけで行ってみろ。あっちに乗り込んでこいバカ野郎。何やってんだてめえら。今まで本当に恥ずかしい思いしてきたけど今日が一番恥ずかしいよバカ野郎。他の団体をコケにするようなこと言うなお前らには。言うな。分かったな。あいつらの方が心のプロレスしてるよ。下手くそだけどやってるよお前らより。みっともねえ真似しやがって。やり直せ。頭を真っ黒に染めろ。一からやり直せお前ら。私が帰ってきた時それ見てもう一回ラスカチョーラスやるかどうか決める。今日で解散だよ。から分かってるな。もう一回三人で組みたいんだったらいない間に自分たちで立て直してみろ。それだよ。あの時の気持ちどうしたんだよ。お願いしますって言った気持ちどうしたんだよ。お前も考え直せよ。私が帰ってきた時このままだったらお前らベビーフェイスでまた一からやり直せ。分かってるな。分かってるのか。分かってるのか、はい、今日の勝ちは勝ったと思うなよ。助けるつもりはねえんだよ。横浜に来い。いつでも行ってやれよ。人は誰出すんだ。じゃあ13日みんな出んのかお前。出る気あるよ。よし。じゃあ誰出すんだ。誰でもやってやるよ。じゃあ今度は三谷ホール取らしてやるよ。言ったなてめえこの野郎。待ってるからな。てめえとも決着ついてねえんだからな。覚えとけよ。お前とはそのうちやってやるよ。カンドリ片付けてからな。よく言ったな。トライシャー2月13日は誰にする。三谷にするのか。私が出るよ。私は。よし。
もう一人はじゃあ三田だよ。よし、じゃあ待ってる。お前とはリンガのリングの上だよ。いつでもやってやるよ。来い。